この中で一番誰が巨乳好きですかに関してはもうリュウキンさんか。愛炎上するこれ。YouTube をやる上でコンテンツは必要ですか？インスタ集客のノウハウをコンテンツのあれですか？必要ってか、ないともったいない。大体稼ぐと。ないとね。なんかおさらさんの英語事情あんまり知らないんですけど、海外に行ったってことですか？いや、僕海外行ったことないんですよ。あ、そうなんですか？留学なしでっていうのがまあ、ポイントですよね。日本にいるだけで学習ができる。そうです、そうです。実際僕自身海外も行ったことない。それでも遠い900いくらです。70点ぐらい。970。それ515点だったんだけど。聞いたことないけども。僕もない。英検1級の方が難しいです。僕そっちの方が勉強頑張ったんで。英検1級も取られたんですね。持ってるの。高校の頃の英語の先生、英検1級落ちてたもん。でもそうだよね。英語の先生ってすごいですよ。英語の先生、別に英検取ってなくても慣れてます。全然英語力高くないです。もともと、だって教員出身であれですよ。そうです。結構、周りの人間です。僕は。周りの英語の教員の質とか見ても。はい。あ、全然もう一番です。誰が一番モテる？誰が一番モテるんですかね？ユーテーさん、アオくん。いや、僕は全然ですよ。でもちょっとこれ、北浜でナンパした女性がリュウケンさんの知り合いだったって。いや、リュウケンさんやってますね。北浜の女性にまで出てた。北浜でナンパした人が。ナンパした女の子がリュウケンさんの知り合いだったらしいですよ。うん？うん。北浜住んでたからな、でも。この中で一番女好きなのは誰ですか？女好きはリュウケンさんじゃない？リュウシン君かも。リュウシン君なんかね。女処理が好きじゃん、経営者っている？見たことない。お猿さん、女処理好きな時期はあったじゃないですか。結婚する前とかはね、遊んでた時もありましたけど、それはもういいですよね。一周回ってるか回ってないかも。そう、一周回りました。ゼロ周のまんま女処理しないまんまの人は見たこと、経営者嫌いな人はいないじゃないですか、うん、でもするかしないかな。好きな学部チャンネルでも話したけど、20代前半のうちに遊ばなくて、40代とかでめっちゃ女遊びにハマっちゃったら、やばいし、子供もいるし、奥さんもいるし、ただ結婚する前とかに人しきり遊んだから全然いいよ。もう OD になっちゃいますね。うん、リュウケンさんツイート出たとき、一周回った系の人たちも2周目回るとか言ってますよね。一昨年ぐらいに近藤正彦が不倫みたいな感じで、ニュースになったときに、言うて50代やん。50代でも、あ、ケメンやったら、あんな風になってまうんやな、おしどり夫婦みたいな言われてても、結局そうなんです。確かに。風俗は行きますか？風俗全然行かない。行かないんだね。風俗行かんな。うん。ハニートラップ仕掛けられたらさ、わかんないよね。うん、もうやられちゃうよ。無理やと思う。本当に巧妙にさ、この会話にさ、溶け込んできてさ。確かに、リュウケンさんとか、青くんは気持ち悪かった。家族も好きみたいな感じだったら、えみたいな、じゃあもう、俺みたいな。その気になっちゃう。そうそう、なっちゃって。騙されて。全然騙されてるよ、それ。これ仕掛けてくるかもしれない、この話したら。でも、女性から DM 来たら、常にハニートラップなんじゃないかって。そんなんないもんね。ないですね。ゆきさんないですか？ないな。一回もないことはないですかね。ないことはない。もちろん。行くんですか、それ一回。行く？なん。ご飯とかした。あ、行かないです、行かない。あ、行かないですね。サロンにとりあえず入ってもらう。ああ。会いたいですがめっちゃ来ると、昼にオフィスに来てもらう。そしたらもうなんか、どうにもなんないから。向こうも会いたい欲求満たされて、しつこく来なくなるし、昼の15分ぐらいの時間合わせだけで済むから。DM を無視し続けてなんか変にストーカー化されるのが怖いから、昼にオフィスで会うのが一番。基本フォロワーほぼほぼ男やからな。暴露されて困ることはないんですかに関しては、さっきも怒りは出てくるよ。多少は全員。どんな人間ですか、うん、日本に5000万人いる男いるけど、ただいと怒りが出てこない人はいないじゃん。僕らだって別に普通、芸能人とかでも、十何年前にやったこととか掘り起こされてたりするもんね。高校生の頃彼女にさ、めっちゃひどい仕打ちしたみたいなの、別に僕ら困るけど。下質にみたいな。下質に。どうぞ、ただの高校生だと思って。削り下ろしたいだけですよね、日本の風潮。どことは言えないけど、やっぱ上場準備中の会社の社長とか、それでなんかやられて、みたいな話はある。その人に、上場準備はするなって言われた。よくわかんない足の引っ張れられ方をする。ちょっとなんか麻雀してるとかでも、引っ張られて、かき麻雀したみたいな。かけてないのにかき麻雀したみたいな、やされて、社長がさ、株たくさん持ってるじゃん、上場準備中って。株主たちが、社長を変えたい。株を株主たちに分配させて、新しい雇われ社長の状態で上場したいみたいな。株をたくさん持ってる創業社長をはめようとしたりとかっていう例もあるって。マルチ商法やってたとかでも結構やばいんですよ、上場準備中。ああ。どうなんですか？反社扱いみたいな。ええー。される可能性もあるから、良くないです、マルチ商法。そういう意味でも良くない。
悪いことやってないのに、悪いことしてることを、のストーリーを作られて、バンってやられちゃうって。だからもうストーリーの作りようがないくらい成人君子に過ごさなきゃいけないらしくて、上手に見せて。無理だよね、僕らは。この中で一番誰が巨乳好きですかに関しては、リュウギンさんかな。好きなんですか？ああ、好きっすね。そうじゃないですか、何よりは。僕らも胸全然興味ないです。え、そうなの？うん、AV でも何カップが一番再生されるかみたいな。意外とその A とか B とか C じゃないらしいですよ。E とか A とからしいですよ。あ、行きましたね。でも G が、FG が一番多いらしいです。普段見れないかって始まってます。絵としてダイナミックさがある方が、単純にそのネクリックリスト視聴率が高いんだって。なんかその、それはまあ、性癖とかそういうのじゃなくて、動画コンテンツとして動きがある。そうなの。っていう風に、それ系の会社の人が言ってた。性癖とそっちの業界の売れるの基準は全然なんか相関しないんだって。それはじゃあ、みんなが F カップ、G カップが好きとかじゃなくて、ただ、そっちの方がコンテンツとして。コンテンツで映えた動きがあるから、売れるっていう。あんま見ないじゃん、全然。合う。世の中にいるんですよ。うわ、哺乳類ってなっちゃって、全然なんか。哺乳類哺乳類ってなっちゃった。巨乳に興味ないってか、嫌いまであるとか。どこに興味がどこに興味な、愛。愛。バイトするとか。バイト愛なわけあるから。愛なわけあるから。陰キャっぽいな、それ。童貞にしましたよ。リュウケンさんが陰キャキャバ企画をやるとしたら、誰だったんですか ?5 人だとして。リュウケンさんの言ってていいです。リュウケンさんは入らないとして、企画プロデューサーとして。おもろくなりそうな感じだと。まあ、誠さん。誠さん。カズくんは、いい男ブローとして、カラフルしてそう。お前、黙れよ。誰やろな。だからさ。実際なんか、佐藤くんと話してるときに、結構来たんだよね、パッと呼んでみてきてるときに、北原さんやりたいな。北原さんにそれやると、今後関わってくれなくなるそうだね。だから俺、キャシャなんですけど。佐藤くん、キャシャ好きですよね。もう多分、人生で付き合った子全員キャシャ。キャシャも、もう本当になんか、スリム言ってるけれども、ガリガリ。じゃあ、A でもいい。全然、守ってあげたいみたいな感情書いてたりじゃん。母性が、母性、そういう感じ支配したいんですね。独創力とか、支配力みたいなのがもう、だからその、巨乳だったりとか、体つきも全体的に大きいと、支配力とか独占みたいなのが多分刺激されなくて、タイプじゃないんだ。性癖話みたいな。何のチャンネルかみんなわかんない。好きなアイドルのファンのネットリテラシーが低くて、無断転載が多い。無断転載やめていいと思うんですが、発信者にとって無断転載は気になる。実際さ、もう自分のコンテンツ無断転載するのも気にならなくない？最近使われたら嫌だけど、別に無断転載ってなんか言い切り割るときは全然いいよな。切り抜きもさ、その大体その本ですよね。アオくんがさ、僕がオンツアーと同じやつ広告出されてたらさ、アオくんだったとしたら止めに行く。止めに行けないよね。わかんない。泣き寝入りするしかないよ。俺の顔を使って勝手に詐欺の広告に使われたら、それ嫌だけど。詐欺する人たちとまともな会話できると思わない。でも広告出せるんだと思って。広告出したら分かるんだみたいな。クリエイティブめちゃめちゃ楽しくなるよさ。どうやって出したんだろう。切り抜き OK ですか。僕は切り抜き OK ですけど。OK です。アオさんって顔で選べたいです。体格だよね、俺。絶対体格。顔はいいんだよ。顔もある程度っていう。絶対伝えないのはもう他者でショートか。みんなそんなの気になるんですね。僕のタイプはもう皆さん気になります。アオくんのタイプ気になるぽっちゃり女子ってどう。俺もう絶対無理なんだけど、ぽっちゃり女子付き合うとか厳しい。付き合うとか厳しいとか何になるちょっと待って、ごめんなさい。大丈夫だよ。まあ、見てる分一緒に行ってもらう。どこからぽっちゃりなんですか。自分と同じ体重。俺と同じ体重はやばくないやつ。身長155で50キロ。うん、無理。40キロ台じゃない。40前半がいい。横井は38とか。そんなんさ、やばい。マイナス110みたいな身長。いや、男だもん。ユッケンさんのキロ何センチですか。僕72の63ぐらい。めっちゃぴったしではない。もっと同じ、僕172の63です。俺の方が脂肪だよ、基本的に。勇気な筋肉だけど。こっち筋トレしてたから何筋トレしてたから何だろう。結局20代前半なんや趣味ね。筋トレとランニング。ランニングっていいんですか。なんかどういう効果がありますか。痩せてる。痩せますね。長時間合わせたい時に走る。ランニングって楽しさあんまないじゃないですか。フットサルとかだったら楽しく走るじゃないですか。それとは違うんですか。いや、思わないですよ。でもまあそれぐらいしかやることないじゃないですか。できれば運動は休憩したいよね。だから休憩したい。楽しい楽しくやせられるのが一番いい。水泳とかさ結構好きなの。